お話を伺うのは佐々木孝信さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさあそれでは本日のお題をお願いいたしますはい命の行く末という方について命の行く末うん確かにその人はいずれ死ぬわけですからねそうですどこに行くんだろうっていうのはある意味 まあ宗教のの永遠のテーマというか、うん、あの以前ですね、うん、インターネットをやっておった時に面白いアンケートがあった、うん、あなたは死んだらどこに行きますか、うん、天国ですか地獄ですか、うん、どちらかを選んでください <laughs> どちらかを選んでください、うん、あの中間はないんです やっぱりこれまでの人生を考えると、うん、私は地獄に落ちるのではないだろうかと思わざるを得ないです、うん、天国に行きたいっていうお方々が80%近く、うん、地獄に行くだろうっていうお方々が20%弱やったんですそれではなぜ天国を選んだのかって言ったならば、うん、そこまで悪いことはしてないそれが多くの方々の 思いですね。まあ根拠なわけですね。根拠です。あ,あ私は例えばその刑務所に入るほど悪いことはしてないから。そうそうそう。で、二十パーセントの方々は、うん、あ,あ地獄に行く。うん、これもね、どういう思いなのかなって思う。それが。 いっちゃんの答えとほぼ一緒やなと <laughs> ある意味謙虚な思いなのかしらうん謙虚な思いっていう部分とね、うん、もう一つはねこれは私自身も感じるんですけどもね、うん、よく見せたいなっていう心の中でねあそのいわゆる今謙虚っていった時点で自分をよく見せたいと思ってるわけですね <時 S 1> <laughs> <laughs> ここは仏教ですのでもう天国いう言葉から「うん、あ仏様の国」っていうことでえ返させていただきますけども、はいうん、これねいろろんなところでお話ししてるんですおうよそね90%「仏様の国」って手挙げられるさあそこで、えー、仏様の国に行きたいと言われるお方々 嘘を今までついたことがないというお方ちょっと手を挙げてみておお<ー>、ね、<laughs> まあそうですよね、ええ、ああ皆様方嘘をついたんですな <laughs> 嘘をつきながらの人生やったんですな <laughs> なんか結構結構刺さるなそ <laughs> <laughs> その、ええ、嘘をついたお方の行く末いうのが、うん、仏様の身内の中で示されておるはい それは一体どこかいうたならばいわゆる地獄である、うん、嘘をついたお方々は閻魔様の前に座って、うん、その下を抜かれる、うん、そういう世界が、うん、ちゃんと仏法では解かれてあるということ、はい、でもう一つ質問させていただきますけども、うん、それでは今まで摂政生,生き物を 殺したことがないと言われるお方ちょっと手を挙げてみて、うん、あたりみんなねキョロキョロするんですね、うんうん、あれはどうなんやろうか魚食べよう <laughs> 肉も食べよるうん、これ摂生にあたるんやろう、うん、摂政生き物を殺すでございます、うんうん、入ってますよ虫は入ってます <laughs> 生き物を殺したお方々の行く末は一体どこになるのか <laughs> もうわかりです <laughs> 実はこういったお話をねいろんなところでさせていただいた時に私よりも一年二年先輩の方がね、はい、ところでゴインゲーゴはどっちよ逆質問をされたわけですこの本堂の中で気になる輩がでおる お夜お勤めをしとったら黒いのが走るんですスリッパ持ってきて「ピシャッよっしゃー!」ゴキブリでございました <laughs> 私の行く末このままだと、うん、間違いなく地獄行きなんです実はこうした見方をなされたお方っていうのがジョドシン氏を開かれた親鸞様ですよ 地獄一住み家ぞかしこの私は地獄こそが私の住みかでありましたところがねそれでは終わってないんですよ一人一人に対し阿弥陀様が必ずあなたの命の行く末この私がお浄土に生まれさせてゆこうそう誓い働いておる。どううしててもねお坊さんって偉そうに ところが神奈川様はそういうお方ではなかった。自らが地獄行きと告白なされたお方、うんうん。そっか。だからこそ逆に説得力が増しますね。そう,ですそうです。お葬式の際によく耳にする言葉があるんですね。はい、ご冥福をお祈りいたします。明度、うん、で幸せに。その明度とは一体どういった世界なのか。うん、暗闇の世界、迷いの世界って出るんですね。 現代風に分かりやすく言うたら幽霊の世界って言うてもいいのかな幽霊の世界で僕幸せに暮らせるあんまり自信がないですね、うん、幽霊の世界ってね <laughs> 皆様から恐れられますよす、ね、たられるしね <laughs> そうですね。叶わんわけですよ <laughs> なるほどそこですあ、はい、幽霊の世界にいてたられたら叶わんからどうかそこでね霊界幽霊の世界でね静かにしとってね生きとる世界には あんまりり手出しをしをないいで、ね、安らかにお眠りください私たち人としての命の終わりが、うん、そういう命みんなから嫌われる、うん、あっち行けと言われるそういう命で満足できますか <laughs> 本来の命の命姿とははそうではないっていうのを実は阿弥陀様あるいはあの仏教を開かれたお釈迦様は見つめられたお方ですよ。 極楽浄土を言うても親鸞様はあまり「極楽」ってお使いになってないあそうなんですかええお経様の中には「極楽」ってちゃんと記されてるはい、はい、どんな言葉で表現なされてるのかなって思ったならば「法度願いに報いた地土地」何の願いでしょうかそうです、ね、仏様様のの阿弥陀様の願いに 基づいた世界であるほう阿弥陀様の願いに基づいたってはどういった願いでしょうかってなりますそうですねすべての命が光り輝けるように、うん、それはメイドに対してってことですねそうですそういう暗い幽霊のような人から歌も疎まれるような、うん、そういう世界ではなくて命の行く末はもっと輝けるものであると そうでないと本来の命の姿ではないというここでしょうは素敵は、はい、さらにですね、先ほどメイドとおっしゃられたは<ぁ>実はね、その願いというのはメイドに対してじゃなかったんですよ今生きている私たちの世界を仏様の知恵の眼から見たときにこういう世界でなければならないという仏様の大きな慈悲が そういう願いを起こさせたんですねそれはこの世に対してもそういうふうなこの世に対してです実はなるほど全ての命を救うにはどうしたらいいのか一つ一つの命に働きかけなければならなそれはどういった形なのか自らがナモアミダウツとなって働いていこうそれが 私の口から出る名もお念仏なんですよ人間の本性は一体何か、うん、嘘をつかなきゃ生きてはいけない愚痴をこぼさなきゃ生きてはいけない、うん、ついついですねええ、うん、やめえ言われてもつい出るんでしょうねそれを一生懸命抑えるんです、うん、一生懸命抑えて人前ではにこやかな笑顔を出す いつか崩れるんですそうした中で阿弥陀様は私に任せよとおっしゃられるだからこそお念仏の特徴があるんでしょうねいつでもどこでもどんな時にでも唱えさせていただくことができるなるほど自分これがも多分失敗すると思うけど <laughs>、うん、多分愚痴もこぼすし嘘もつくかもしれないけどなんかそのお念仏があれば 大丈夫、うん、ってなんか思える自分。そうでしょうね。とっても人人いたしました。<あ>本日はどうもいやいやありがとうございました。どうもお世話になりました。